五ヶ山ダムは、福岡県中川市、二級河川、中川水系中川に建設されたダムである。また、中川支流の大野川からも注ぐ。なお、停滞所在地は、五ヶ山であるが、ダム名は、大きい五家山である。下流の南畑ダム、上流のセフリダムに続いて、中川に建設された三つ目のダムである。福岡県が、維持管理する。 五ヶ山ダムの用途はこれらの二つのダムの用水目的とは大きく異なり、洪水対策と異常活水対策を主目的とする。浄水道様水及び流水維持対策が副目的となる。また、ダム規模としては、福岡市や福岡、筑後、佐賀東部の水亀として、地元で有名な江川ダムを大きく上回り、2018年10月時点で、 福岡県内最大の総貯水容量を持つ。建設に伴い、固定に沈むなど影響を受ける、国道385号、福岡県道136号入部中限停車乗線、佐賀県道136号沢原中限停車乗線、中川市道の京都大道地線、倉谷七曲線等の各道路については、それぞれ付け替え道路が新たに建設された。 2017年時点でダム湖周囲の使用付け替え道路は完成している。ダムは竣工したが、2019年6月現在、試験淡水でサーチャージ水位に達していないため供用開始には至っていない。2019年2月14日からは滑水のため、供用開始に先立って放流が行われており、試験淡水はさらに遅れる見通しである。離水開始後は、 福岡地区水道企業団が1万流米、日の取水予定である。なお、異常下水時には、福岡市水道局、福岡地区水道企業団、春日中川水道企業団が、取水予定である。なお、流域のセフリダム、南畑ダムからは、福岡市水道局が、それぞれ6.5万点8、5万流米、日取水している。 ダム工事や付け替え道路建設に伴い、福岡県筑紫郡中川町大和後が、山あ東を高地、網取、道十里、う川草加町、大野や佐賀県神崎郡吉野ヶ里町大技、松熊座小川内、大野などに点在した集落の住民は、保障打結の上で、下流の福岡県の中川町平野部や、佐賀県の佐賀平野部等に集団移転した。 佐賀県側の小川内地区にあった山木神社境内に佐賀県天然記念物指定の高さ39メートル樹齢700年以上の小川内の杉があり地元住民に御神木と呼ばれていたダム工事に伴い水没するため事業者が公費約7.8億円を全額負担の上で山腹斜面に コンクリート製路盤及び移動用レールを建設するなど大掛かりな工事が行われた。杉と根元、移動鉄枠含めて、総重量560トンで、2016年4月に21日間をかけて、元の場所から43メートル情報の山腹へと移植された。また、ダム工事の一部に、自動振動ローラー、自動ブルドーザーが使われている。なお、 五ヶ山ダム北方の南畑ダム手前の網取地区には縄文時代から中世までの集落跡である子が山も鳥遺跡がある。ありがとうございます。